親善試合楽天モンキーズ0-0巨人、3日、台北ドーム、巨人の球団創設90周年と台北ドーム開業記念の親善試合第2戦。先発の菅野智之投手は、3回34球を投げて4安打無失点、4奪三振で降板した。試合後には、今回の台湾での登板が、直訴によって実現したことを明らかにした。浪人時代の12年に米アリゾナの練習先で手元で動く球種に関して助言を受け、現在は中信ブラザーズで投手コーチを務める王健民氏から、頑張ってね、と日本語のビデオメッセージをもらっていたことを明かし、それがあって台湾で投げたいですって監督に直訴した、と説明した。